本で一番走っている気がある8億は神宮寺一家の車なんじゃないか。ありますよ。正解はローポジでもこれぐらいだったらいいの。これが円形さんの円形の GTC というワーホイルで、これもワンメイクホイルで18インチの 8.5J のオフセット35。今の話、主張坂の天のバラです。はい、やってきました。やってきました。イエイ。どうかな、あなたはもしかしてレキリアさんですか。そうですよ、レアですよ。ここにいることも、はい、レキリアでもおなじみの富林。おなじみって1回しか出ないですね。激レアさんで何回も出たら激レアじゃなかったんですか。確かにね。まあ、僕としてはこれ激レアじゃね、僕のこの肩書きが激レアでなくするためにね、今頑張ってるんで。お、はい、セミレアぐらいに。いやいや、いつかはもうあのただのパンピー。あ、パンピーになったらいいなぐらいの。そうです、そうです。はい、そんな感じ。はい、ということでね、今日は、富林選手の GR86 の愛車紹介ということで、はい、来ていただいております。あの、実はですね、GR86 はネットで買ったんですよ。その時に、なんか日本で一番走ってる GR86 は日本一ゆうすけの車なんじゃないか。そうですよ、 GR86 といえば僕ですから。おー、だって去年ワンメイクチャンピオンですから。チャンピオンクラス、はい、あ、自分で拍手始まった、はい、今誰よりも早かった。りんたろーくんではなく僕ですから。あ、りんたろーさん大丈夫かな、君だって、ね、大丈夫です。ベッテンの6年、ね、僕ベッテンの8初代チャンピオンなんで、まあ、GR86 といえば富林、A86、千谷啓一さんみたいなのにいつかなれたら、はい、なるほど。なんで街乗りも GR86 に乗ってます。おー、はい、ということで、その富林さんの会社が始まりました。はい、ね、ということで、これね、あのこっちにもあのアレストのね、今製作中のデモカーも並んでるんですけど、まあ結構見た目の雰囲気が違ってきて、はい、エアロも車高もエアロが結構なんかさ、激しい感じで、これで純正なんで、そう、GR パーツという、まあ、あの、どこは違う、純正オプション、こうリップが、ここから、ここから下、痛いな、これは、ここから下が、あのオプションがついてる。あ、そうなんだ。結構でかいね、じゃあ。でかいです、でかいです。相当しても。はい。え、これいくらぐらいですか。5万ぐらいだと思います。あ、安いね、でもこんだけで。へ、はい、すごい。結構安いんです、ビールの中でね。え、それ、富林先輩だからってことだよ。違います、違います。僕は正規で横浜トヨペットさんで買ってますね。あ、なるほど、はい、偉いじゃないですか。はい、あとはね、エアロ関係で言うと、もう全部ね、サイドスパーと、ギアのリップ、あとはこのトランクスポイラーですね。はい。これ全部、あとね、ここの窓の、はい、何ですか、これ。ウィンドウカバーみたいな。これ空力良くなります、ね。良くなります。あの、ここに、これが付くことによって、まあ、あの、ヘッド号と見比べてもらえば分かるんですけど、普通はあそこにこう隙間ができるんですよ。はいはいはい、それをこれで塞ぐことによって、より綺麗にそのスポイラーに空気が流れて、結局このスポイラーの効果が上がるっていう。まあ、すごい効果あります。はい。分かる？やっぱ持ってて。あの、サーキットとかで走ると分かります。あ、そうなんだ。ヨウさん、この車ね、うん、結構、あの、意識ってある。うん、だって、キャリパーも違うしさ、オイルも違うし、はい、タイヤもミシュランじゃないもんね。純正ミシュランなんですけど、パイロットスポーツ4が純正で、僕はそこから違うタイヤにして、また今5を買って、今はこれ履いてます。なるほど、なるほど、いいですね。キャリパーもね、これまだあれなんだっけ、製品じゃないの、試作品なんだっけ。これはまあそうなんですよね、あのウィンマックスさんから、うんうん、まあサポートいただいてる、これ自体はまああるんですけど、今新作のキャリパーをね、あー、今ちょっと作ってる最中で、はいはいはい、それはいずれ出てくるかなと思います。はい、これ4ポットと、これ4ポット2ポットです、はい、これ GC にも入るんですよ、ちょっと削ると、これいいですよ、このブレーキスポーツ。はい、あの、富林雄介といいますか、大体ね、車高立てペッタペタに落としてるイメージがすごくあって、あとね、爆音のイメージも昔は、昔はそういう時代もありましたもんね。じゃあ、せっかくなんで中もちょっと見てみましょう。え、ヨウさん、まだあるんですよ。何、ね、まだあるの。いや、この車、うん、これ、見てますか。さあ、問題です。こっち見てください。どっちでしょう。これね、今、これカーボンじゃないですか。これ。ノーマルですよね、うんうん。普通の塗装されてますよ、ね、うん。さて問題です、うん。これはカーボンルーフでしょうか。いや、これ貼ってあるの、はい、チクタク。貼ってあるの。これ、貼ってありますよ。正解は、貼ってあります。当たるよね。はい、だって、ちょ、これすごくないですか、綺麗。でもね、なんかちょっとここ、角見ると。ああ、ちょっと見ないで。あのですね、これは僕がお世話になってる、あの、S 隊のね、チームメイトが貼ってくれて。あ、
そうなの。ただちょっと今確かに剥がれてきちゃったやつ。まあただでというかやってもらってるんで、今度またあのお店に行ってしっかりやってもらおう。でもこの質感パッと見たら分かんのか。分かんないですよ。まあ、これだけ乗ってる体感としてはやっぱ軽くはなって、気持ちが気持ちが軽い。はい、すごい重心も下がって、重心下がってますこれね。はい、タイムアップしてると思いますよ。これ屋根だけじゃないんですよこれ。そうですよ。あのね、よーく見るとですね、細部にわたって見てください。ここ、ここもね、これカーボンだと思った。ちゃっかり貼ってあるんですよ。違う、これもあの貼ってある。これ普通のカーボンだ。ここ樹脂なんで、なんなら。あ、なるほどね、ミート層だもんね。ミート層ですね。はい、なのでここにも貼ってある。これはね、ぜひあのやりたい方は僕に連絡をいただければいつでも紹介できるんでね。そしてマージンが富山に入る、まあ、まあ気づいたら僕の車がちょっとねまた進化してるかもしれないと。やらしい話だね。はい、まあそういうもんですか。はい、じゃあ中も見てみます。この車をもとに我々チューニングメニューさらに考えないといけないんですから。なるほど、まあ、これ GU4 ですよ。握りやすいね結構。はい、ちょっとスペースあれて前にしてて、あ、なんか、はい、ちょっとでも結構僕寝てる方が好きでし、なんで結構ここかさ増ししてるんですよね。さらになんでひろきさんとかちょっとこう身長大きい人が乗ると膝が当たっちゃう。なんかね、そもそもラリーって立てる、はい、立てるのこういう風に乗るから、はいはいはい、結構立てたい方向かな俺の場合は。僕寝てる派なんで。でも身長あんま変わんないでしょ俺と。でも170ぐらい。あ、じゃあ一緒ぐらいですか。そうだよ、あんまり変わらない。好みの差です。うん、レースの人やっぱ寝てる人が多い気がする。まあ、少しでも下げたいっていうところ。あ、それもあります。これあのローマックスって一番低いシートレールなんで。あ、すごいローポジです。へぇ、はい、あ、ローポジでもこれぐらいだったらいいね。なんか僕の中でやっぱこう外見で見た時にあれ低って思われるのがちょっと僕の中ではこだわり。あ、ね、まあ、ペタペタにしてたね、あれがね。そう、ちょっとあれ頭の位置低みたいなのがこういう感じで、誰乗ってんのみたいなぐらいが好きなんで。髪の毛しか出てないぞ、髪の毛しか出てないぞみたいな。へぇ、面白いね。どうしたじゃあ。はい、この車ね、はい、いろいろやってんだよね。エンジン周りで、排気周りで。ああ、そうですよ。見ます？そう、見慣れないダンパーが。何これ？これは純正オプションで TRD のパフォーマンスダンパーがついてて、まあ、あと車高調ですよね。これキャロッセさん、グスポさん の GR86BRZ カップ1メイク用の車高調。おー、すごい。ダンパーになってる。あのちょっとね、見えづらいんですけど、こことか見てもらえると。うん、お、ほんとだ。これあの、サードさんのダンパー、ボディダンパーがついてて、結構僕は補強をしてあります。これ、じゃあリアリーもついてるってこと？リアもついてます。はい、トランクについてますね、これは。もうね、6万キロ以上いってるんで。もういってんの？そんな。6万、3千かな。で、新車で買ってきてる。はい。マジで？結構売ってるね。僕、結構早期納車なんですよ。2021年の12月納車なんで、結構早めの納車だったんですけど、にしてもちょっと。これで練習して、チャンピオン取ったんですか？そうです。僕しか知り得ない情報もあったのかなと。ちょっとマフラーも変わってるんですか？マフラーは、これもあの、僕のワンメイクのマフラーと一緒で、5次元さんの GR86BRZ カップ用のワンメイクのマフラーが入ってます。5次元、俺 MRS 乗った時に使ってましたよ。5次元いい音するんですよ。はい。はい、なんか軽いんですよね。軽いです、軽いです。あと結構こう細くてスタイリッシュなっていうところも特徴だと思うんですけど。はい、それが入ってます。これエンドピースだけなんですか？これエンド、まあ中間というか、はい。あとまあ一応見えないですけど、デフも、グスコさんの 1.5A の強化 LSD が。1.5 円した理由はある。僕の中でやっぱり減速の時はあんまりかかってほしくないというか。じゃあワンウェイでしょ。いや、そうなんですよ。そう、なんで 1.5 円なのかな。なんかちょっとちきっちゃいましたね。ああ、そこね、今はなんかちょっとワンウェイ試したいなと思ってるんで。ね、ちょっとまたあの、はいはい、キャロッセさんにお願いしようかな。あ、なるほどね。じゃあせっかくなんでちょっとエンジンの音を、はい、音と吹き上がり気になりますよね。結構、まあ全然車検はちゃんと通るんで、ジェントルな音だと思いますよ。すごい、6万5000キロ。全国で6万3000じゃなくて、6万5000キロ。今、また伸びてる。はい。低いとこでしょ、シート低いっすよ。やばいぐらい低い。はい。ちょっとじゃあ吹かしてみて。はい。めっちゃ吹き上がりいいね。吹き上がり。6キロかな、純正が10キロぐらいあるんですけど。ああ、じゃあ純正が結構重い。純正が重くて、はい、40% ぐらい、はい、
結構軽いです。俺はね、運転楽しくなるやつ、ね。楽しいっすよ。さっきと言ってもすごい楽しかったです。うん、速くなりましたし、やっぱり。奥さん乗るのこの車。いや、もちろん。マジで？それこそ、まあ、奥さん、だから今奥さんですけど、彼女の時はアルテッツァだったんですよね。うんうんうん、それと比べたら、なんて素晴らしい、乗りやすい車なんだという。アルテッツァがやばすぎたんですよ、単純に。まあ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 、やっぱりこう、若い頃ですからね。まあまあ、今も若いけどね、言うて、言うて。今だいぶジェントルなね、仕様になっていますけど。はい、これだって、こういうね、あるんですけど、はい、こういう系も絶対乗らないですよ、ね。全然いつもニコニコしながら乗ってくれてるんで、はい。でね、あとね、トミちゃんさ、はい、結構車庫さんスライチ好きな人じゃないですか。はいはい、はい。これね、ちなみにどういう、そのホイールの、チョイスなの？これが円形さんの、ね、円形の GTC06 というワーホイールで、これもワンメイクと同じホイールで、18インチの 8.5J の、オフセット35かな。225だと結構引っ張る？引っ張りないんですよ。ホイールで面を出そうと思うと、まあ、タイヤ同じ、まあ例えば 8.5 だと245だとかだと思うんですけど、そうなるとね、GR86 ここが当たるんだ、ね、当たるんですよ。はいはいはい。で、これ、保安基準的には全然9センチある状態なんですけど、うんうん、引っ張らないとちょっと干渉してしまうって言って。ああ、なるほどね。まあ、それで、ね、実はアヘッドさんにちょっと加工していただいたりとかで、今すごく、干渉は全くないんですけど。まあ、投資 8.5J のオフセット35。なるほど。で、フロントはホワイトレオ11ミリ。11ミリ ?11 ミリ、10ミリっていうのがなくて、11ミリっていうのを入れてて、はいはい、ピアは5ミリの普通のスペーサーを今入れてる状態です。あ、なるほどね。はい、これでアライメントでいうとキャンバーとかどれですか？キャンバーはワンメイクとあんま変わんないんで2度半ぐらいだと思います。うん、うん、はい、フィルムから F6 の時のホイールをはめ込むとこれで 9.5J なんですよ。いいホイール入ってますね。やっぱりね、これもね、円形さんの NT03 だと、はい、お世話になってますよ、この、はい、いいホイールですよ。いいホイールなんですけど、はい、GR86 になってからトレッドがね、5mm、ね、うん、5mm 広がっちゃったので、その分ね、きつくなっちゃった。これきついっていうか、入ってます？入ってます。入ってます。入ってますね。入ってます。入ってるんですね。はい、今ね、調整中なところあるんですけど、はいはいはい、ちょっとこれからいろいろとね、アライメントのとかいじって、まあ、今回グリッツさんの別端の車高調も実は入れていて、はい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 、まあ、これからね、ひろきさんと一緒に、はい、作り上げて。ああ、じゃあ今ほんと初期段階なんですね。まだほんと初期の初期。合わせてるだけなんで。一つ言えるのは、はい、僕の車より綺麗。そりゃそうだって新車だもん。ボディ交換しないですか？だってこれまあ1000キロですよ。やだよ、しごかれた6万キロの。しごかれた、愛のある6万キロ。愛のやだ、いいっす。1000キロってまだ奈良市も、ね、終わったぐらい。終わったか終わってないかぐらいですよね。静かです。静かだな。ちょっとね、やっぱり回転の落ちは僕のと比べるとゆっくりですよね。というわけでね、はい、いろいろお届けしてきましたけど、ヒロさん、これ見ると、うん、僕たちまだまだ行かないといけないんだよ。そうだよ、ターボ入れてくるコミュニスターの調べて。待って、その前に、とりあえず、つくば55秒台目指して、ね。そう、ドンガラにして、オートプレートで、フライカーブに行って、どうやって、まあ、パイプフレームにしますね、それか。あんなに行かないと、寿命は何でも、やめてよ、新車なのよ、新車。まあ、いつでも僕がもらうんで、何かあって。大丈夫だよ。あれより多分、譲るときはだいぶヘロヘロになってるから。おっと。ちょっと綺麗な状態で、はいはい。はい。ということで、今回は、GR86BR のプレス、チャンピオンである、三輪吉祐介さんの愛車とアヘッドのデモをさせていただきました。はい、ぜひね、皆さんの GR86 のチューニングの参考にしていただけたら幸いです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、はい、さよなら。こだわり車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。